その前にね、儀式を。朝日スーパードライと白エビの唐揚げです。うん、白エビ、うん、うん、いい感じに上がってます。その前にね、儀式を。今日はですね、朝日スーパードライと白エビの唐揚げです。キャンプ行くときもここまで暗くないだろう。だってここまで明るくするんだけどな。まあこれこれぐらいかな、うん、キャンプ行くとね、うん、これぐらいがいいかも。これですね、富山の白エビ、まあ白エビかな、白エビなんですけど、こっちは4月が旬なんですよね。これだから本来ならば金沢とかね、石川に来てもらってこれを食べながらですね、一杯やってもらうのがいいんですけど、今年はですね、コロナの関係でまあそういうわけにもいかないと。なので代わりに、このジジイがね、食べておきますわ。うん、これ例年だとね、金沢のスーパーじゃ普通売ってないんですよ。うん、まあ、市場
ってホタルはまあないけど、まあそういう魚が多いところに行かないと、まあ置いてないんですけど、どうしてもですね、やっぱ居酒屋さんがほとんど閉まってるんで、まあそれで、まあ白エビはですね、いっぱい取れるので、まあ、それでスーパーにも、まあ、流通していると、まあそういう感じですかね。しかも安いです。これでまあ200、300円しない、200円ぐらい。お店で食べてもここまでは来ないかな。もうちょっと食べたら、唐揚げこんなにいなくてもよかった。これ別に素揚げでそのままね、塩だけ振ってレモンかけても抜群にうまいです。とね、このランタンケースは、ちょっと天気悪いになりますけど、まあ、6ミリ水彩以下用の絵の具を塗って最後、まあ、ニスで仕上げるかクリアを塗るんで、まあ、とりあえずね、水性のカラーを塗っていこうかなと思うんで、雨でもまあ屋内にできますから、ちょっと明日それで遊んでみようと思います。自宅待機とはね、本当に家の中にずっと居続けるっていうのも本当はあまり良くない。ドアをちゃんと開けて換気もして、あと、ね、外を散歩するっていうのも結構自分の免疫力を下げないっていうのでも重要だと思います。で、まあ特に人がね、いない時とかの方がまあいいと思いますし、外出る時、帰ってくる時、必ず玄関で足の裏はね、お消毒は必ずするようにしましょう。じゃあ今日は白エビで一杯やって、今週もね、1週間乗り切っていくといきたいなと思ってます。じゃあみんな頑張りましょう。でも、草が入ってもつまらんすけどね。